今回はこちらですね、メインストーリーで6章を進めていきます。前回はここをねどんどんやっていって、一旦の区切りとしてエンディングを迎えたんですけれども、また戻ってまた別のルートを見ていくという感じですね。では今回信玄綾御前観音ということで、これはちょっと準備しましょうかね。一旦じゃあ準備します。英雄たちの活躍で陽気玉物前は摂政席に封じられた。しかし封印は完全なものではなく、いずれ玉物前は力と体を取り戻してしまう可能性があった。玉物前を完全に封印するには心境の世界に閉じ込めるしかない。しかし玉物前の手にあった心境は、中の世界から英雄たちが脱出した時に粉々に割れてしまっていた。ならば心境が割れる前の過去へと戻り、今度こそ玉物前を完全に封印する。英雄たちは玉物前との戦いをやり直す決意を固める。戻る先は心境の世界で苦い思いをした観音、武田信玄、綾御前の過去と決した。英雄たちは今再び時空を超える。ここは間違いねえ、あの女とダッキーにはめられた戦場だ。玉物前はどこかに潜んでおるんじゃろう。そういえばこの時剣心をはじめ多くの将が行方不明だったはず。心境を奪えば彼らを救えますか。ええ、心境さえ手元にあれば私が彼らをこちらに呼び戻せます。なら安心じゃな。遠慮なく玉物前を倒しちゃおうかね。はい、ということで、今回観音が使うの初めてかな。観音の動きだけ少し見ていきましょうか。おい、カマか。ちょっと角度かぶってんのかな。完膚なきまでに打ち伏せてあげましょう。怖いの、アヤ殿。ならば歩兵をもっと増やしちゃおうかね。ダッキを叩けばあとは玉物前だけだ。ちょっと待ってください。はい、ちょっといろいろ今ちょっと音設定をしましたね。気を取り直して、でこれが今ターゲットアクション、ターゲットアクション、あ、普通の地上ターゲットアクションはいいですね。範囲も広くて使い勝手がいい。で、ほい、まあ、あやね、カマはまあ普通に使いやすいからいいね。うい、ほい、OK。で、ちょっと待ってね。開く？我らはここに潜み、火の到来を待ちましょう。開かない？開いてね、よーし。中央広場へ向かえ。これ倒しておくか。はいよ。あ、あ、交代できないんだ。さすがにできないか。綾御前使いづらいんだよな。だから信玄と観音でうまく変えていく感じかな。あら、うまく、あー、もううざってー。オッケー。そうそう、あいつね、観音の無双使わないとね、忘れてたわ。馬が来ないよ。来た来た。ほい、制圧できたようじゃない。うん、わわわわ、はう。あとはうまくいったようですな。では罠にかかりに行きましょう。うん、開門。どう、あれか、普通に行かなきゃダメか。
お来た来た、行きましょう。よーし、無双使ってくぜ。わらら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 、オッケー。ほい、あー、やべ、よし。そしてで、ぶん回して、あ、痛い、この野郎、やめんか、勝てえな。当たんね。おい、あー、ちょっとタイミング早いな。おい、これだいぶ削ったんじゃない？結構多いな、数が。あー、みんな撤退してる。まあだいぶ削ったの。おーおー、なんか湧いてんな。おい、考えても600人倒さないといけないからさ。起きた、清盛。はいよ、ちょっとついたね。びっくりした、馬がマジで来ないからびっくりした。なんでしょうね、いい加減石飛ばとか取れた話か。でも石飛ば取れなかったんだよね、難しくって。自分が下手すぎたみたいで。まあどんどんぶっぱで大丈夫でしょう。まだか、こうかな。あとは清め倒したでしょ。他、むしろ他が倒すじゃないか。結構硬いね。おい、これでダッキーに天使を送る。 OK、 ここは私たちに任せて。ん、あ、どうした。こいつだけ倒しとくか。承知しました。ダッキの撃破お任せあれ。だけどこ、上の城内へ向かえ。執着至極に存ずる。目の覚める戦ぶり、見事。よし、で、あと、あ、おい、馬がマジで来ねえ。で、ここ来たね。あ、またまた来たね。あいよ。これ以上先に行かれると困るんだけど。あの人の強さが高いな。バーン。あいよ。はい、ぶっぱします。ぶっぱで倒していきましょう。どんどん行くよ。この先に大事な人でもおるのかな。これで一気に倒せんじゃないかい？ことを倒して会いに行っちゃうかね。どんぐらい減る？まあ倒せとは思ってないけど。あ、全部倒、あれ全部消し出したかもしかして。いいんじゃん、いいんじゃん。お、いいね、いいね。よかったよかった。いや、でもむしろここで使ったのは危険だったか。買い物、はいはいはい。大丈夫か。使わない方がやったかな。最高最強じゃの。あ、来た。たまものは強いからな。時間が
え、マジでワンパンでえぐってくるからな。ほんと気をつけよう。いた、玉物前だけ狙うのは。どこ、いたいた、オッケー。わらよいしょ、はい、あぶね、よかった。そうそう、無双やってくんじゃないかと思ったんだよ。よかった、半分ぶ適当打ちだったけど。なんだこれちょっと今何が起きた、なんかバグってたぞ今。まあいいや、ちょっと待って。わらわが人の子なぞに、これはそなたらに渡そう。じゃあわしらが預かるよ。あぶねえ、この手は二度と食われず。って、あくらだん、いなくなっちゃったかね。これは、まだまだ暴れ足りねえ。展開が変わった。表面にひびが入っています。心境とはこのようなものなのですか。いえ違います。この状態では封印の道具として使えません。あれでも前からひび入ってたよね。鏡の亀裂、それは鏡の世界の亀裂と同じにございます。賜物舞をこの心境に閉じ込めたとしてもすぐ抜け出されてしまうことでしょう。心境の世界で感じた不完全さ、その原因はこのひびだったのですね。で、これからどうする。まさか封印を諦めるとか言わねえよな。割れる前の心境がある過去まで戻ってはどうかね。そのためには心境が割れた時を特定する必要がございます。うん、玉物前なら知っておるかの。皆で手分けして行方を探そうかね。心境の中に閉じ込められた方々は私がそれぞれの領地までお送りしましょう。その時皆さんにも事情を説明し、賜物前捜索への協力をお願いしておきます。面倒だがほっとくわけにもいかねえしな。よし、やるとすっか。妙な報告が入ったわ。手取り川で戦っている人たちがいるみたい。賜物前ってやつを見つけたんですかい。ならわしらも急がねえと。いいえ、戦っているのは人間同士よ。私たちの軍と蜀と徳川の連合。そんな、どうして。さあ、それはわからないわ。確かめるには行ってみるしかなさそうね。手取川防衛戦ということで、もうだんだんなんか行方不明の方、わしらも急い。なんかもうだんだんわけわからなくなってきたな。まあ、いや、とりあえずもう一度やりましょうか。手取川防衛戦、天意王位お位置ということで、あ、天意と王位は初めてですね。ちょっと仕込みますね。手に入れた心境にはすでに亀裂が入っていた。これでは心境の世界に裂け目が生じてしまう。完全な封印をなすためには完全な心境が必要だった。どれだけの時を遡り、どこに行けば完全な心境があるのか、その答えを知る者は心境を持っていた賜物前しかいない。英雄たちは賜物前を捜索するため各地へと散った。そんな中、蜀徳川連合と魏織田連合が交戦を開始する。
戦を訳しているはずの彼らが衝突した理由は何なのか。天衣たちは戦場となっている手取り川へと急行した。殿、ご無事でよかったでさ。しかしこれはどういうわけですかい。徳川と職が急に仕掛けてきよったのよ。すでに馬長らの軍が我らを包囲しつつある。先に攻めたのは私たちだと、そう思い込んでおられるようです。ですが私たちには心当たりがありません。何か行き違いがあると思うのです。使者を送って説明しても聞く耳持たん。騙されるものかの一点張り。言ってわからぬなら戦うほかあるまい。奴らを叩き、このくだらぬ戦を終えるのだ。天衣と王位が初めてですね。じゃあ、まあ、天衣から動き見てみようかな。まあ、多分片手斧みたいなやつだったよね。あれは。そうだね。長政様。あ。曹操様、私に長政様を説得させてください。この状況で城を取るのは危うかろう。はい。まずは包囲を崩す。西側の敵を押し返すのだ。前進。あ、わかりました。じゃあ、はい。はい、ターゲットアクション。覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。まあ今しれっとね天衣のターゲットアクションとか使いましたけど、まあまあまあですね。まあもともとそんな使いづらいキャラクターでもなかったからね。なんでこいつらと戦うにはならねえんだろ。覚悟しやがれ。多いひとひねりにしてやるぜ。いた。オーユもね、なんかすごい使いやすかったんで記憶あるんだけど、オロチはどうかな。空中ターゲットアクション、地上ターゲットアクション。あー、まあまあ、あれちょっと忍者っぽい動きするね。そんなだっけまあいいか、ちょっとやめな。おーおー、バカ野郎。なんだなんだ、今何食らった。今びっくりした。こいつ怠けの仕上がって。ほらやっと。で、無双も使ってみたいよね。ただ、俺と勝負だ。いきなり全滅とかだったからな。びっくりした。ちょっと、お位置で一旦、他のキャラクターのちょっと危ないよ。なんか、アグレッシブだな、みんな。一応、今回ね、難易度は普通でやってまして、で、レベルはみんな20まで上げてますね。大体もう20ぐらいだったら普通もいけるんじゃないかと思ってやってるんですけど、ちょっとなんかあれだな、やっぱ女性キャラクターが防御力は噛みすぎてやべえな。今攻撃力を上げるアイテム使ってるんですけど、ダメかな。それだと純粋に防御力上げなきゃダメかな。あんまりグダグの好きはないから、できればこういうとこガン上げしたいんですけど。次は中央の砦を奪取するぞ。東関門を開け。うん。はい。進軍せよ。でしょう。で、中央砦を守って敵武将に立てよう。こちらの方位が崩された。ならば前線を押し上げ。これ歩けるよね。勢いを削ぐまで。あ、行ける。わかった。前衛の各部隊。前進して敵に当たるのだ。はい、来ましたね。目の覚める戦ぶり、お見事。じゃあ一回それで無双ね、打っていきましょうか。どんどんもう突っ込んじゃうよ。よっしゃ、あくらいで無双。おー、いいヘリ。じゃあ今度、おい、抵抗しないで潔く散って。あれか、で取って敵将撃ち取った。こいつら、この騒ぎ。おい、あれやった。
はねえけど。おいおっと、一気に減ったね。よし、ちょっと待てよ。今こそ披露戦。このままちょっと弓がうざいね。弓で死ぬからさ、このゲーム弓の攻撃おかしいんだよね。ほんとね、無双のね、不満はね、その弓や銃のね、攻撃力の高さだけは唯一不満があるんですよね。どんなに注意してても流れ弾で死ぬからさ、そこだけ妙にリアルにしなくていいよみたいなね。よいしょ、あー、ちょっとあれだな、もうちょっと多いね、多いね、もうちょっと攻撃があればいいんだけど、ちょっと人ちょっといまいちだな。であっちマクソなんだ、あんだけ武将いてマクソなの。こっちはこっちでメインを倒しますんで、宿泳姉さんと猛角一回これぶっ破していいかな、多分たまに合うはずだ。お手を煩わせて申し訳ない。倒した？オッケー。はい。相手やるじゃないか。いいね。今肩にはまれば。よし。で、覚えておけ。どうしようかな、このまま流れで北に行けばいいのかな。このまま行こうか、じゃあ、うん、オッケー。長政さんを説得してみせます。よし、これで戦況はこちらに傾くはず。あの男の悔しがる顔見たいものだわ。長政さん、あ、まだか。この名前いつも気になるんで、ね、ゴストッコツみたいな名前に見える。わお、ダンスおいでです。いいね。うわ、死ぬ。大井の防御力噛みすぎてやべえ。ちょっと待って弓、よし、待って、防御上げる。弓に殺され、弓殺される。こ、お前ら覚えておけ。次は容赦しねえぞ。この弓兵マジで本当うざい。よいしょ。それがしの邪魔をしようというのならば仕方あるまい。お、開門。長政様、何を。この騒ぎ、指示を見せてもらいました。お、長政、これは新種を必要に、お、罰せられるべき方。おお、素晴らしい。私は孫総殿の側に。おお、いい、かっこいい。馬長、諸葛亮たちが孫総についた。それがしは一旦引き、次なる手を考える。お、逃げや。わあ、おわい。一の言葉は解かないのですか。残る馬長殿が話を聞いてくれる。うん、いざとなれば倒して止めるしかありません。なるほど、じゃあ最後は馬長ってことだな。もうあれなんだ、行ったり来たりしてるせいでもう時代がさ、もうわけわかんねえ。あ、まだあれだよね、鏡の間だよね。多分共造なんだよね、これきっとね。あやつの将軍なら、もう紛らわしい、本当に。やむを得ず、馬長を倒せ。
いやね、こう倒せてっていうのがね、さすがですが、いいよね。将兵らの士気も高まりましょう。殺せとは絶対言わないっていうね。素晴らしい金庫活躍。目の覚める戦ぶり。おお、あわわわわ。馬長はどこだ？あ、いた。おらよ。嬉しいわ。諦めないでくれ。私お前夢兵邪魔だ。お前の首をかき切ってあげる。さあ、俺と勝負だ。観光。覚悟しろ。お。あぶ。あぶね。あぶね。弓兵を減らさないと。撃ち取った。雑魚か。あ、でも倒した。あー危ねえ、よかった。もうちゃっかりあれじゃん、ほんと戦わずいるじゃん、怖っ。俺が正義がくじかれてしまうとは。この騒ぎに正義などない。頭を冷やし、互いの知るところを語るのだ。長政様、どうして。こんくれ楽勝だぜ。何が目的だ、曹操。俺を捕らえて一体何がしたい。話し合いよ。お主が応じぬゆえ力に訴えたまで。何が話し合いだ。先に我が兵を傷つけたのはそちらであろう。殺していいならとうにそうしているわ。こんな回りくどいことはせずにね。そういえば以前も似た話がありましたね。信長殿や脅威が戦を先導したとか。でもそのような事実はないのです。本当の原因は今もわからぬまま。ただ状況から考えるとダッキーが何か知っているのかもしれません。とにかくわしらは嘘なんかついてねえ。馬長よ、ちった聞く耳持ったらどうだ。信じてください。としか言えませんが、お願いです。どうか武器を収めてください。お前たちに害意があれば。確かに俺の命は当になかったはずだ。お前たちの話を全て信じたわけではない。だが今は軍を引こう。はい、ありがとうございます。馬長さん、角殿と官兵衛殿から書簡が届きました。遠州に援軍を送ってほしいとのことです。核が苦戦とはやばそうな感じだな。敵は玉物前か、ダッキか。書簡には宮本武蔵殿率いる軍とあります。玉物前やダッキの姿はなく、敵は人のみだとか。お前はどういうことだよ。どうして奴らとうちの軍が戦ってやがる。彼らはこう言っているそうです。これは仲間を傷つけられた報復だと。しかし角殿たちは全く心当たりがないとか。おかしな話だな。よし、俺が行くぜ。敵さんが攻めてきた理由も気になるしな。楽しみを独り占めしないでほしいな。武蔵と戦えるなら僕も連れて行ってよ。私も行きます。敵には綾音たちもいるみたいだから。ならば私も皆さんにお供しましょう。いざ華麗に。おお、面白いメンバーだね。この間の食といい毒が。そうですね。もし何の収穫もなかった。よし、まあとりあえずじゃあもう一個、生きるかな。もう一個やりましょう。じゃあで、メンバーは、あれ、かすみなしか。加工園長校佐々木小次郎ということで、お、小次郎と加工園は初めてかな、なんだかんだで。じゃあちょっと準備しましょうかね。いくつかの疑問は残されたものの、騒乱の端緒となった誤解は解け、蜀徳川連合軍と魏織田連合軍は双方矛を収めた。だが胸をなで下ろすいとまもなく、次なる騒乱が発生する。宮本武蔵アキレウスらの独立勢力が
義織田連合の領地を急襲。守備していた黒田官兵衛と閣は窮地に立たされた。宮本武蔵たちの狙いは何なのか、あるいはこれも玉物前の暗躍によるものなのか。疑念を抱きつつ花公園たちは仲間を救援すべく出陣した。こりゃあひどい状況になってやがる。早く手を貸さねえと皆がやべえ。こうなった理由を確認するのは後ですね。今は急ぎ角殿たちを救わなくては。あやね、はやぶささん、こんな形で戦うことになるなんて。ああ嬉しいよ武蔵、やっと君と全力で戦えるんだね。浸るの後にしてくれ。とにかく急いで皆を助けに行くぞ。花公園、佐々木小次郎が使うの初めてかな。なんで花公園はなんとなくね、弓だし動きが見えてんだけど、敵に囲まれてようが引けねえな。突破して味方を助けるぞ。とりあえずだ、まずは無双じゃなくてターゲットアクション。結構長いね。いいねいいね、長えな。これいいな。じゃ空中。一気に突破する。やっと武蔵と切り合える。ほう、皆さんの美しさに負けてはいられません。なるほど。この長春がいい。華麗に咲き誇りますよ。まあ、まるで強いね。足並みに不安は残るが、まあ、頑張るぞ。で、ターゲットアクション。あんたもか。おお、見損なったぜ。はい、いいやつだと思ってたのによ。待たれよ武蔵殿。拙者ら本当に身に覚えがござらん。我が魂、今こそ披露せん。なんかちょっとやりづらいな。佐々木小次郎、敵将切ってあげたよ。いいよね、なんか佐々木小次郎みたいなキャラ嫌いじゃないんですよね。ある意味素直っていうかね、なんていうか。で、花公園もね、ほんといい親戚のおっちゃんって感じがすげえいいよね。まあ、いや、親戚のおっちゃんは、まあ、父ちゃんだよね、完全にね。なんか喋り方とかもいいっすよね。よし。で、私の知略に、ちょっと敵を集めて、無双使っていきます。はい。おお、すげえ強え。少しは話を聞いてほしい。血が残ると最悪。はい。うるせえ悪党ども、こっちには話なんかね。はい、わお、まあ、お、死ぬ。まるで聞く耳は持っていない。あぶねえ、あぶねえ。聞くことが。防御力のやつ持ってきたんだけどな。俺様が撃ち取ったぜ。じゃあ佐々木小次郎、覚悟しやがれ。ひとひねりにしてやるぜ。おお、あ、いいね、暗い声で。あー、これやずれな。まあまあ普通にこういう感じか。覚えておけ。あとはまあこれか。で、友軍は分断され、防御線は破綻。この状況を打破するのは難しかろうな。いやいやいや、冷静に分析している場合じゃない。お、加工は高まりましょう。そして何よりだ。はい、こうして、こうして、ああ、こうして、どうよ、あら、外した、オッケー、さあどう、で、あとは、ここはもう OK だね、他もちょっと守りに行くか。ヘイラの女性に感謝する。んと、開いた。そ
この首、はい、いただいた。あ、待ってよ、このままいっちゃっていいか。ジョコ死にそうになってるやん。大丈夫か。押されているか。任せなさい。奮い立たさねば。任せい。てめえらこいつらの仲間か。これでどうよ。まとめて相手してやるぜ。おぶね。当たった。あ、いいね。お、おいた、いた。ほい。オッケー。まだやられるわけにはいいんじゃない？いかねえんだよ。撤退か。忘れそうか。いやー、ありがたい。皆さんのおかげで助かりましたよ。で、あいつらなんで攻めてきたんだ？何者かにたばかられたのだろう。武蔵ならば騙すのも容易だからな。うん、羊が群れたところで狼には勝てん。この地に無様な屍を晒すがいい。あっちか、はいはい。相手がたける獣ならばいい手があります。んこちらの戦力も十分。一つ試してみますか。よし、なら俺と息子に任せてくれ。俺たちの実力たっぷり拝ませてやら。ほう、奴の進路には弓兵を伏せて、その戦車に合わせて背後をついてください。どうしたらいいの？北上し、北上ね。助かります。オッケー。背後からも兵が現れたか。おお、おもしれ。この戦場を貴様らの血で染め上げてやる。うるせえ。やってやんぜ。アキレスは確かに攻撃力怖いからな。そこだけ気をつけて。いつまでこのぬるい戦を続けるか。遠くから矢を追いかけても俺には当たらんぞ。そっちはにぎやかしよ。はい、俺様の矢は当たると言って確かにね。あちらの勢力が盛り返しているようだな。我らも行くぞ。この戦いの運河を見極める。ヒル様、私も倒します。ほら、私は正面から奴らを攻める。わお。で、あたちか。覚えていろ。うまー。あ、まあ、いいか、このままいっちゃおう。かの忍びらが戦場から姿を消したの。ほう。怪しい霊。念のため兵を服しておこうか。副兵一時撤退。まあ私はその間に無理して。よし、お、レイチェルじゃん。さあ、はい、潰されたくなければ道を開けなさい。ほい。あなたは誰で、手加減は無用よ。嬉しいな、君と切り合えるのでやる。でも、はいよ。まだここからよ。ほれ、散ってるうちにパーンと。で、ここです。潜入完了。いい感じじゃない？くそ、忙しいな。これも因縁ってやつかしら。あんたとはここで決着をつける。あやね、どうしても引く気はないのね。あれなんですよね、PS4 の録画機能を使ってるんですけど、1時間しか撮れないんですよね、連続で。だから、ちょっとね、急ぎね。私と美を競い。はい。いいでしょう。ちょっと待って。逆に攻撃できん。結構やるじゃない。はい。どこだ？どこ行った？おい、おい、オッケー。いいね。
様、申し訳ありません。で、あとがまだだ。俺の戦いはまだ終わっちゃいねえ。ちょっと待って、変異に従い作戦しよう。ちょっと待って、ちょっと一回、ちょっと待って、一回ちょっと編集点を取ります。ちょっと待って、はい。怪我はあまりでもちょっと長いからね、一回ちょっと途中で中断したわ。敵を撃つのみ。分かったけど、あんま無理すんな。俺が全力で戦ってやっからよ。敵の数がやばいよね、ほんと。すげえな、まだ感じたぞ。まだ終わりじゃないもんね。もはや刃を交える意味はない。こっちの方が近いかな。ここは引こう。あら、ここで助けるはありがたいね。あ、立派立派。よし、じゃあさ、嬉しいよ武蔵。お、やっと君を切ってあげられる。こちろう、うん、てめえ、俺と切り合えんなら悪党の味方でもしちまうのかよ。あ、はい、そしたらとうとうあそこが負けた。ずっとあれだもんね、ジャコにフルボッコされたから。お見事です。ちょっと待って、あんたは俺に勝てない。ガイムしすぎだから。昇格がやられた分の借りを返すぜ。覚悟しやがる。ずっと切り合える。おわ、これいいよな。ふざけんな小次郎、この信念じゃねえ。ここまで苦戦を強いられるとは。わあ、ちょっと待って。力、お見事です。はい、ということでやっと追いついたな。いやー、今度はね、ちょっと攻撃力下がってもいいから、ちょっと防御系のアイテムを2個ねつけてきたんで、さっきより打たれ強くなったけどね、まあしんどいね。平気で死ぬんだけど、もう難易度普通なんだけどみたいな。ほんとね、皇居はえげつないんだよね。もう困ったもんだよ。で、割とね、そう、このね、加工面が優秀なんですよね、マジで。いかにこれで削れるか、かなり重要。この攻撃はアップ中にね。で、さっき宮本武蔵に殺されたから、このね、宮本武蔵を最後に回して、今聴覚を、わあ、危ねえ、マジで。やりやがったな。もう容赦しねえ。さっきこれでワンパンで殺されたからね。ワンパンじゃないけど、はめ殺されたからね。聴覚がやられた分の借りを返すぜ。覚悟しやがる。うせえ、来たね、攻撃しやがって。楽しもうよ武蔵。ガフはやめろ。ざけんな小次郎。ああ、ここで楽しんでんじゃねえ。ブッパー、俺に勝てない。ここで助けるはありがたいね。こうだ、その首いただいた。サパパ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 。それなのか。むしろこの凶悪な世界でさえ渡ってやがる。決まった、宮本さんよ、えぐれ。ダメ、これでもダメ、マジかよ。マジかいよ。じゃあこれで防御壁を張って、 OK、 これが優秀。 OK、 ふう、もう最後はもう、もう本当最後の方の6勝とかなってくると、もうこれしか手段ねえな、本当にきつ。結局原因は何だったのかね。さあな、まあ、考えてもしゃあねえ。誰か事情を知ってるやつに聞くしかないわな。ま、これくらいは当然だわな。さて、武蔵殿、俺たちを攻めた理由を教えてくれるかな。
だから何度も言ってるじゃねえか。先に仕掛けてきたのはお前らだ。聴覚を騙し討ちしやがっただろう。俺はそういう卑怯なのが一番許せねえんだ。少子、勝手な思い込みで騒乱を起こすとは、己の愚かさを吹聴調して回るようなものだ。なんだと？てめえ、しらばっくれる気か。おりゃ、あれだな、賜物前とダッキの仕業じゃねえか。似たような話、ほら、何度も聞いてきたぜ。偽物が何人もいるとしか思えねえ事件をな。偽物がいるだと？そんな話信じろってのかよ。信じられないのも無理はありません。しかし相手は人ではないのです。何が起きても不思議ではない。この世界であなたもそれを知ったはずです。それはそうだけどよ。まあ急に信じろってのも無理な話だ。今は納得できなくても構わねえぜ。ただな、こっから先は協力してくれ。俺たちもこの状況を何とかしてんだ。わかったよ。俺たちもお前らに力を貸すぜ。徳川と諸国の連合軍より報告です。牛頭山で賜物前を発見したとのこと。現地には偵察のため宝刀殿が先行しているそうです。うん、ついに奴を見つけたか。長き道のりであったな。奴に逃げられてはかなわぬ。我々も急ぎ牛頭山へ向かうぞ。牛頭山探索船ということで話聞いてみようか。賜物前とはどのような方なのでしょう。私たちをもてあそぶだなんて許せませんわ。聞けば大層な美女だそうだ。それもわしらをたばかる仮の姿かもしれぬな。ほう、ということで今回じゃあ長くな、多分動画としても長くなっていると思いますけど、今回はこれで区切ろうかなと思いますと思ったけど、ちょっと待って、珍しい話しかけられるやつがいる。ちょっと奥行ってみますね。これ話しかけて終わろうかな。耳障りな旋律が上州に満ちている。おそらく妖魔たちが集まっているのだろう。の、それはおかしいの。上州は雅な地と聞いておったがの。確かにあそこは領州みたいに平和だったはずよね。何か異変があったのかもしれないわ。様子を見に行ってみましょう。あら、上州の戦い、ちょっと確認だけ。これができて、あ、これがまだあったか。あー、これ仲間なんかで襲われてる者たち救援せよ。なるほど、これやんなきゃ多分仲間なんないやつがいんのかな。まあとりあえず一旦メインストーリー進みますけどね。これどんどん先見たいんで、まあ、とりあえず今回はじゃあこんなところで区切ります。それでは。